よし、やるか。ロビンとフランキーの奪還を果たし、ウォーターセブンに帰還した麦わらの一味。しかし、ゴーイングメリー号を失い、先の海へ進むメドを立てられずにいた。そこへフランキーが現れ、一味の新しい船を作らせてほしいと頼んできた。フランキーは念願だった夢の船を作り、それをルフィたちに託したいというのである。フランキーはアイスバーグやガレーラカンパニーの職人の協力を得て、新たな船を建造する。その間、ルフィたちは未だ戻ってこないウソップを待ちながら、一時の平穏な日々を送っていた。しかし事態が急変する。ルフィたちのもとに海軍の大物が乗り込んできたのである。飽きんか、ルフィ。だぞ今のゴムに効くわけ。ファイアル拳は防ぐすべなし。じいちゃん目を離してみればこのざまだ。赤髪に毒されおってくだらん。シャンクスは俺の命の恩人だ。悪く言うな。じいちゃんに向かって言うなとは何事じゃ。いやー、ごめんなさい。ダメだ、あのじいさんに対する闘争心はすでに折られてる。じゃあどうすりゃいいんだよ。みんな、今のうちに逃げるぞ。おお、いいか、寝ておった。お、ルフィはどこじゃ。まだ話は終わってらんぞ。こっちだ、麦わら。隠れはできてる。フランキーの代わりに俺が見せよう。おー、でかー、かっこいい。ルフィたちはあそこにおるか。すぐに向かうぞ。ウソップが来るまで執行はできない。海軍からこの船を守るぞ。麦わらさん、兄貴が作った船、俺たちも守るぜ。どんどん弾を持ってこい。そりゃそりゃそりゃ。素手で大砲を撃った。頼むぞ。ライオネル親子。いや、世界の。あいこ。一種ひな。どんな神秘をあんたたち。どこもの。容疑は悪いな。あんちだな。ガモン。今、まあ、とにかく今、船を壊されない。あそこにルフィさんが。余裕でいられるのも今のうちだ。ルフィさん。
行きます。なんだこの野郎、誰だ。チビのコビーしか知らねえぞ俺は。そのコビーです。泣き虫でダメだったコビーです。ほんとか。お前成長期にも程があるぞ。なんでグランドラインにいるんだ。まだまだ将校には慣れてないけど、今は本部でガープ中将に鍛えてもらってるんです。ルフィさんたちはさすがですね。このペースならグランドラインの前半の海はすぐに制覇しそうです。ルフィさん、このグランドラインの後半の海の呼び名を知っていますか？人はもう一つの名でこう呼ぶんです。新世界。次の時代を切り開く者たちの集う海。その海を制した者こそが海賊王です。新世界。弾切れか。すぐに調達してこっか。を連れて行く気があんの。バランスで制御する。それが唯一の手段。逃げろ。ダンスを向き合ったに叩いたら。おのもの、行儀は悪いな。ランブル怖くて当然をカノン。行くぞ。メギワラさんなら兄貴を海に連れ出してくれるはずだ。あれは賞金機、サイボーグフランキーの結果だ。捕まえてフランキーの居場所を吐かせろ。アンツ返せこら。俺の一丁だ。
当だ。俺ら全員束になっても俺にはかなわねえこと分かってんだろうな。できそう。覚悟はいいかしら。俺から逃げようなんて船が早え。俺たちはお尋ね者を免れたはずじゃ。いや、出たぞ。うちの子分どもに何してくれ。飛んじゃくら。こんな時でも俺たちのこと。アイデンみんなここに仕上がって。メロはあそこにパンツ返せ。どこもの行儀は悪いな。ラップルン動くぜ。支援フルールベルフィーキャノン。パニック、いろいろ勘弁してください。ねえ、一軒まともに立てられねえおめえらが勝手な真似するんじゃねえよ。まだパンツを返すわけにはいかねえんだ。行くぞ兄弟、一つは敗戦チームだ。戦国め、偉そうに。なんでわしが引き返さなきゃならんのじゃ。でんでん虫で孫だからってあんた言うかでしょうが。やかましいわ。黙っとれ青二歳が。おいルフィ、聞こえとるか。こちらじいちゃん、こちらじいちゃん。いろいろあってな、すまんが、やっぱり海の木図となり。捕まえねえって言ったじゃねえか。さあ始めようか、小僧ども。わしを舐めとったら怪我するぞ。島を出るとでも思ってんのか。全体を見せるな。
んじゃねえよ。俺の人生だ。全て俺が決めることだ。最高の船だ。
大切にする。取ったぐらいで、そもそも俺は船大工を辞めた身だ。だからそいつは俺の作る生涯最後の船になる。念願だったんだ。それこそが夢の船だ。待てフランキー。こいつはまだお前の言う夢の船にはなってねえはずだ。出航していくつもの海を越えて、幾度もの戦いや困難を乗り切り、海の果てへ到達した時、その運命の日を見届けた時に初めて夢の船になるんじゃなかったのか。やりてえことが変わったんだ。やりてえこと？それは違う。お前が今この島でやってることは全て償いだ。もういい加減に自分を許してやれよフランキー。なんだ、兄貴！ねえ、頭振り絞って一生懸命考えたんです。子分どもに敷かれたレールを棟梁の俺が歩けるか。申し訳ねえ、でも少しぐらい考えたらダメですか。俺たちみてえなゴロツキを拾ってくれた大恩人のあんたの幸せも考えたらダメですか。返せ。
フランキー、俺の船に。生意気言うんじゃねえよ。張りぼて修理しかできねえ素人どもめ、これだけ立派な船に大工の一人も乗ってねえとは船が不便だ。仕方ねえ、世話してやるよ。おめえらの船の船大工、このフランキーが受け負った。やったちょっと行ってくれ。ウソップだ！やった！今すぐ迎えに行こう。待てよお前ら、誰一人こっちから迎えに行くことは俺が許さん。間違ってもお前が下手に出るんじゃねえ、ルフィ。俺はあいつから頭下げてくるまで認めねえぞ。いいかお前ら、こんなバカでも肩書きは船長だ。船長が威厳を失った一味は必ず崩壊する。今回の一件に何のけじめもつけずうやむやにしようってんなら、それは俺が絶対に許さん。待ってよゾロ、確かにあいつも悪いとこあったけど、それは帰ってきてから言いたいだけ言えば。一味を抜けるってのはそんなに簡単なことなのか。俺たちがやってんのはガキの海賊ごっこじゃねえんだぞ。ウソップの第一声が深い謝罪であればよし、それ以外ならもう奴に帰る場所はない。そうだな、一度は完全に別れたんだ。黙って待とう、ウソップを。船にたどりつけなきゃ謝れもしねえ。あいつの周りの敵を倒すくらいいいよな。つまらねえ、好きにしろ。ゴムゴムの整えておくわ。俺が帰った暁には副キャプテンになってやるぞ。何も聞こえねえな。おい、なんとか言えよ。いい加減にしろよ。
面倒だが、敵を目の前にして全く手を出さねえってのもあれだよな。ルフィさん、大将が相手ではさすがに。早く出航してください。ダメだ、仲間を一人待ってんだ。アンマー、カトリンだ。ジョッパー、見えてきたし釣りしようぜ。そんな場合じゃねえか。おい、お前まで。なんだよ、みんなで無視しやがって。どういうつもりなんだよ。1秒やめるって言ったけど、あれ
けにはいかねえから。ダメかな、頼むからよ。お前らと一緒にいさせてくれ。もう一度俺を仲間に入れてくれ。サニーか、いい名前だ。名前が決まると執行の気が引き締まるもんだな。よろしくな、サニー。さあ行くぞ、驚異の緊急加速装置クウドファースト。おお、やりよ。メリー号にできてこの船にできねえことは何一つない。だが、あの船の勇敢な魂をこのサウザンドサニー号が継いでいく。今日からこいつがおめえらの船だ。やったな。シッシッシッ。